はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、めちゃくちゃテンションが上がっております。やっとだ。というのもですね、僕辛いものが好きというか、もう蒙古タンメン中本さんがめちゃめちゃ大好きで、このちょっと自粛になってからね、なかなか食べられなかったんですけれども、5月の14日から Uber Eats を始めまして、家にいても注文して食べれるようになりました。で、今回はね、もう早速注文したので商品をね、出していきたいと思います。よいしょと。はい、ということで今注文した商品がね、出揃いました。今回はね、すべてのメニューを購入させていただいたんですけれども、まずこちらから蒙古タンメンが2つで、ここが北極ラーメンが2つで、こっちが味噌タンメンが2つですね。で、ちょっと今カメラに映ってないんだけど、蒙古丼、麻婆丼、野菜丼と、今回はね、このようなラインナップでお送りしたいと思います。でね、このラーメンの方なんだけど、2種類選べて、まあ、茹で麺タイプ、もうすでに茹でてあるタイプと、自分でね、麺を茹でて作るタイプの2種類があるんで、お好きな方をお選びください。でちょっと今多分これセパレートになってるのかな、なんでちょっと見た目があれなんで、先にね、蓋とか全部外していきたいと思います。ちょっと見えにくいね、カメラ変更。はい、ってことでね、今全て準備が整いました。うまそう。ちょっと久々なんでね、我慢できないので、早速食べちゃってもいいでしょうか。いただきます。ちょっと一回これ、よいしょ。ノーマルの蒙古タンメンでございます。うん、久々。あ、うまっ。久々。うんうん、ずっと食べたかった。うん、僕ね、こう自粛入る前にはね、週2ぐらいで中本さん食べに行ってて、大好きで、久々なんだよね。うん、これと合わせてご飯もの、蒙古丼でございます。うまそう。見えるかな、こんな感じで。うまそう。うん、うまい。丼の方にはこのスープみたいに味噌ベースのね、返しタレは入っていないので、意外にね、タンパクっぽい味なんですけど、このね、スープと一緒に飲んで食べると、まあうまいの。やっぱね、店舗でもね、セットで食べると、まあうまいよ。うん、やっぱり中本さんってなんか、あの、唯一無二って感じするよね。はい、丼完食でございます。こうね、唐辛子が蓄積されてくるから、だんだん辛くなるわ。はい、こちらも完食でございます。そしたらどうしようかな、まあブレイクタイムじゃないですけど、この辛くない味噌タンメンを、こんな感じでございます。そしたらそれと合わせて野菜丼も。これもいいね。野菜丼はまあこんな感じ。さっきの、麻婆あんがかかってないバージョンですね。うん、うまい。やっぱりね、あの、麺がセパレートになってたから、もちろんね、そのまま店舗でいただくときよりは麺がね、ちょっとやわめにはなってるんですけど、伸びてるって感じではなくて、十分美味しいぐらいで止まってます。届いてからすぐ食べる分にはこれで十分ですね。
うん。うん、はい、完食。はい、こちらも完食でございます。続いてはね、こちら北極ラーメンですね。一緒にこちらもいただいていきたいと思います。ふぃー、うめえ、北極だ。吸っちゃダメ。ちょっとそしたらこちらの丼も。ネットとかで買ったりすると、どうしてもね、あの冷凍とかする都合上、お店とはちょっと違う味付けとか工夫をされてるところが結構あって、もちろん美味しいんですけれども、店舗とはね若干異なるメニューとか味付けになってる場合が多いんですけど、こういったデリバリーだとそのまんま使ってるスープとか麺を店舗で作ってくれて、本当にその店舗そのままの味で食べられるので、お店が大好きな人にはねたまんないサービスですよね。いやー、うまい。で、ただ僕ね、あのお店に行くとほぼ毎回北極ラーメンのね、辛さ10倍ってやつを食べてるんですけど、このデリバリーについては今現状ではその辛さ増しとかっていう対応はしてないみたいなので、まあね、辛さが足りないよっていう人は、まあ、自分でね唐辛子をかけたりして調整するといいと思います。そしたら今日もそろそろこの子出動していきたいと思います。一回これスープをあんにかけて、これをね食べて、今この麺は食べ終わったんですけど、具材のねこの豚バラとかは残してあるんで、ちょっとこっちに。こんな感じで締めの一品に見えるかな。あー、うまい、そりゃうまい。これがうまくないわけないよね。で、汗やば、びっちょびちょなんだけど今。新陳代謝がね今爆上がりしてる。うん、今北極の方は完食でございます。そしたらとりあえずまた同じ順番でモコタンメンを。まだ湯気立つもんな、全然。目覚めてる、目覚めてくる、すごい。はい、こちらも完食でございます。そしたら次はこっちかな、味噌タンメンで。北極はラストで。うん、あ、お腹いっぱい。
あ、もうお腹いっぱい。美味しく食べれる限界でございます、ここが。これは蓋をして美味しく食べれるようになったらまたゆっくりといただきたいと思います。はあ、ごちそうさまでした。はい、ということで今ね、中本さんのラーメン各種食べ終わりました。いや、なかなかね、最近は全くお店の方に向けてないので、中本さん食べたいみたいな欲がね、無事解消することができました。ただね、あの麺の茹で具合だったりとか、あの辛さを増したりとか、自分がね、お店で調整する注文なんかはちょっとできないので、やっぱりね、外出ができるようになったら、また改めてお店でも食べに行きたいと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。あ、お腹いっぱい。